不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。空き家投資に関する有料コンサルティングをめぐり、コンサルティングの受講生らから契約料などおよそ3億円の返還を求める集団訴訟を起こされていたコンサルティング会社が、受講生らを相手取りおよそ6億円の損害賠償を求めて提訴した。提訴したのは不動産投資の有料コンサルティング事業を手掛ける株式会社ベルとその代表ら。ベル社らは今年7月、コンサルティングの受講生約150人から当初説明されたようなコンサルを受けられていないとして、契約金などおよそ3億2600万円の返還を求めて提訴されていた。受講生らは特許出願中の再現性があるノウハウがある、目下全員成功中、受講生の 95% 以上は利回り 20% 以上を達成したなどと虚偽の事実を告げられて勧誘を受けたとしていた。1人当たりのコンサルティング料金は220万円だ。これを受けベル社らは今日記者会見を行い、受講生らを相手取りおよそ6億円の損害賠償を求めて提訴した。コンサルティング会社側の代理人である河合博之弁護士は、ある男性が支援を晴らすために受講生らを扇動して訴訟を起こさせたもので、不動産投資詐欺事件などではない、訴訟によりコンサルティング会社らはひどい被害を被ったとし、その一部として6億3400万円の損害賠償を求めて反訴した。代理人の河合弁護士は今回の件について、被害者と称する人たちが起こした集団訴訟に対する全面的な反訴と話した。実際にこの手法で物件を買えてる、安くて差し値で買えてる、そして、それのうちのさらに大半がもうテナントがついて利益が上がり始めてる、そういうですね、実際にうまくいってるのに、うまくいってるのにこういう訴訟をあえて起こしてきたというところが、この訴訟の非常に特殊なところです。株式会社ベルの社長は今の気持ちを次のように話した。もう一言で言えばとても悲しくて残念です。一方、受講者側の代理人を務める轟弘信弁護士は反訴を受け、極めて不当な訴訟、裁判の中で真相を解明して違法性を主張していきたいとコメントした。